皆さんこんにちは。古生物のことが大好きな高校生のラー油です。知るるき解説シリーズの今日はシダ植物の直径の先祖とされているフックソニアについて詳しく解説していきたいと思います。このシリーズでは他にも頂点捕食者のプテリゴトウスなどを解説しています。コメント欄に URL を貼っておくのでぜひ見ていってください。また以前に行ったカンブリア紀とオルドビス紀のシリーズの再生リストもコメント欄に貼っておきます。それでは早速解説していきましょう。フックソニアは今から約4億3300万年前から3億9300万年前の古生代シルル紀中期からデボンオサム前期まで生息していた陸上植物で、2011年までは確認された陸上植物の中では最古のものであり、細菌や地衣類に続いて海から陸上に進出した生物です。またフックソニアは異観測植物の祖先であると考えられています。しかし一方で異観測を持っておらず、後のシダ植物などとも形態が異なるとされています。学名はオーストラリアの古植物学者であるイザベル・クリフトン・フックソンによって1893年から1973年に名前にちなんで命名されました。フックソニアは2センチから5センチほどで、茎の先端にトランペット型をした高視能を持っていたと見られています。老質の駆逐螺層を持っており、植物体内部の水分の蒸発を防いで地上の乾燥した環境に適応していたと考えられています。一方で駆逐螺層は空気中の気体を植物中に取り入れることを妨げてしまうため、ガス交換を効率よく行うための器官である気孔も発達させたことが化石から分かっています。化石から気孔が分かるなんてすごいですよね。今回はフックソニアの解説でした。フックソニアの解説はいかがでしたか？ぜひコメント欄で教えてください。ご視聴いただきありがとうございました。